はい、皆さんこんにちは。ピュアベーパージャパンの松尾です。本日はですね、こちらミヤクルパーの、あれ合わないピントが、ミヤクルパーの、パーフェクトキットが出ましたよってことでね、皆さんお待ちかねのやつですよ。で、まあ今日はこれが何が変わったかっていうのと、あとはついでにこうメタルタンク出ましたんで、このメタルタンクねとか見していこうかなと思ってますんで、今日ね久々に一人だからね、真面目にやりますよということで、よろしくお願いします。動画の方をどうぞ。はい、じゃあということでやっていきたいと思います。もうね、これがね、変なもじゃもじゃがね、もう今もじゃもじゃないんだけどね、長く喋っても仕方ないんでね、みんな早く見たいと思うんでスメヘラはい、ということでパーフェクトキットがこちらですね。まあ、ミヤクルパから見せていくか。まずミヤクルパちゃんは、ホーリアティのね最新のアトマイザーで、まあ、こんな感じ。まあ、動画にも出てるんでね、あんま見せることはなくて、あの動画を見てくれって感じなんですけど、純正のデッキがこんな感じになってます。でこの辺がねちょっと変わってくんで、ね、ちょっと注目していただけたらなということで、じゃあパーフェクトキット開けていきたいと思います。入ってるものがまずね、よいしょ、こんな感じで3部品入ってます。はい。でうちでね単品で販売したクリアタンクもねこれ入ってますんでね、今回ねクリアタンク買った人はスペアとして使ってもらってなんで2個買っちゃったんだよなんてこと言わないでください。こういうことになりました。メーカーの意向です。俺のせいじゃないですっていうのと、あとちょっとね結構安く出したかったんですよ。俺できたら2000円とか3000円で出したかったんですけど、今回そのちょっとメーカーのねその生産の都合とか、なんか円安とか、まあいろいろ工場の都合とか、まあいろんなのが込みで、これが実質で4000円ぐらいになっちゃって、まあタンクついてるからそれで8000円って感じでね、ちょっと値段は上がっちゃったんですけど、まあ実質まあ4000円みたいな感じでちょっと思ってもらえたら、まあ8000円で、まあアトマイザーのアップグレードパーツ、要はアトマイザーが V1.5 になるっていうね、よくあるホーリアっていうパターンなんですけど、V1.5 になるみたいな部品が買えると思ったら、まあ安いのかなと思います。まあ部品自体も結構面白い構造でお金かかってるんで、まあ開けていきましょう。ということで入ってるのが新しいパーツはこちらですね。はい、こんな感じ。さあパッと見で何が変わったか分かったあなたは、ホーリーアッティの信者ですはい、こんな感じ。まあ分かんないよねパッと見でね。唯一分かるとしたらここぐらいかな、このもっこりぐらい、ここぐらいですね。はい、こっちも。さあ分かるかな、このパッと見で分かるんじゃないかな、分かる人は。まあ分かんないよねということで、組み替えていきたいと思います。はい、まあ純正のデッキの組み替え方っていうのもね、ここでちょっと説明していこうかなと思って、まあこのネジをまず外してもらって、これね、はい、こんな感じで、そこのネジを外します。はい、でこんな感じで出てくるんで、コンタクトピン外します。でここのディスクこうやって外します。はい、で外します。でこの中に入ってる方が長いやつなんで、これですね、長いのと短いので、こんな感じ。はい、でこれこう取ります、ここ取ります、でこれも取りますと。はい、取れましたと。でここが変わるわけなんですけど、はい、パッと見で違い分かるかな、まあ分かんないですよね、なんで組み替えます。でこのねディスクをまずこれにこう入れてもらって、で新しい方のね部品をここに入れますと。で穴の大きい方を合わせてもらう感じでこうつけますよと。はい、こんな感じでつけたら、この長いネジを締めると。でこれね、なんかキャッスルロングリザーブの動画で出てると思うんですけど、山口さんがねOリングをつけてないっていう現象がありまして、この最新のねこのアップグレードキットに変えた時にOリングが最初ついてないんで、Oリングだけちゃんとつけてもらわないといけないんでね、それ忘れないように、ここね、ここのOリング外してもらって、まあもしくはスペアパーツに入って使ってもらって、でこれをこのままここに戻します。はい、なんか外がうるせえな、なんか外電解してる。はい、でこんな感じでこのね、このここのこのなんだこの段差でこう1個エアフローを埋めますと。で埋めるとこんな感じになる。はい、こんな感じになるんで、これでネジ止めますよってことで、でネジを止めます。
これでアップグレード完了っすね。で今これディスクをこう入れたんですけど、あのディスクいろいろ使ってみてください。よいしょ。またねこれでも味変わるんで、でおすすめはこの最初についてる穴じゃなくて、あの 1.2mm のね、あの1つ穴、どれだっけ、これがおすすめですよっていうのが一応あのメーカーから出てて、俺もこれがおすすめですね。でこれで、まあ、ネジもね、あのこっちからこう取ってもらってここに付け替えるって感じでやるんですけど、はい、とりあえずこんな感じで切り替わりましたんで見していきたいと思います。こっちもネジ外しちゃおうかな、分かりやすいように。はい、外して、まあ、こっち外さなくていいか。はい、こんな感じになりました。はい、違いは分かるか。ほい、ドン、分かりますか。まずですね、じゃあ違いをちょっと説明していきたいと思うんですけど、まず一つ、ここの棒の出しろがちょっと違うのと加工がちょっと変わってます。はい、こんな感じ見えるかな、こんな感じになってます。ちょっとこっちの方が低くなったんですよね、今回のやつの方が。なんであの上にコットン乗っけた時に隙間ができて、あのリキッドのね、あの保持の仕方とか、あのなんかあのなんだろう、こっちから伝って漏れてきたりっていうのが減ったんで、全体的にここは良くなってます。あのリキッドのなんだろう、供給の安定化っていうんですかね、良くなってるっていうのと、あとクランプ部分が変わってると思うんですけど、こっちが古いデッキでこっちが新しいデッキ、よいしょ、ここのクランプ部分が変わってます。ここが変わってるんですよね。ここはちょっと変更されて、あのよりねいろんなワイヤーが挟みやすくなったんで、ビルドがすごいしやすくなりました。ここがめちゃめちゃしやすくなりましたので、いいんじゃないかと。でさらにこう横からこうくるって見てもらうと、よいしょ、エアフローが1個塞がってるんですね、今回こっち側が、こっち側が塞がって、あのよりね、あの重くした時に結構 MTL に近づけられるようになったっていうのと、あの空気がやっぱあの両側の方が好きな人もいるんですけど、こっちの方がなんかいいんじゃないかっていうので、あの最初から白いって話なんですけど、こういう風にねちょっと味を変化も出るようになって、あの吸い応えとかも結構変わったんで、ちょっと面白いですね。でまあこんな感じで、まあ、変更点はまあこんな感じで、まあ実際こうパッと見なんか本当に変わんのかよってやつなんですけど、めちゃめちゃ変わるんで、ちょっと試しにねちょっと吸い比べでもしてみようかなと思って、今回なんであのちょっと旧デッキと新デッキでね同じリキッドを今から吸っていきたいと思いますんで、あーやばい、もう一回オーリングこれね入れ忘れないようにっていう感じなんで、ちょっとやっていきたいと思います。ということでじゃあ戻ります。はい、でちょっとね最後ちょっと説明を忘れたんですけど、これ山口さんのねミヤクルパね、唯一あのメーカーがここだけどうしてもできなかったって言ったのがここのロゴなんですよ。ここのロゴがこの頭で結構合ってるんですけど、俺のとか見てもらうと肝落ちずれてるんですよ。パッと見てわかるかな、肝落ちずれちゃってて、これどうしても一個一個掘ってるらしいんで、上と下の整合性が取れないことがあって、ちょっとずれちゃうことがあるよって言ってたんで、もしずれちゃってるのがあっても、まあ、それが正常な状態っていうので、あのことです。はいまあしょうがないですね、それは。なんでちょっと吸っていきたいと思います。はい、ということで組んでみました。とりあえずこれメタルダック見せちゃおうかな。これどうすか、これかっこよくない、これほらここなんかメタルタンクの方がいいな、こう見るとはい、ということでじゃあ吸い比べね、両方ね、あのセールフィッシュのドリッジつけてるんで、おすすめは28ゲージで 2.5 ミリで5、6回こう巻いてもらって、まあ、スペースなりマイクなり好きなのって感じでやるとおすすめなんで、それでね両方巻いてます。で使うリキッドはこれゴーストの谷、こればっか吸ってますよ俺最近。またなんかゴースト1回ハマるとまたこればっか吸っちゃうんですよね。よくないね、ベープショップの店員としてね同じリキッドばっか吸っていろんなリキッド吸えって話なんですけど、まあ、最近またこれ吸ってるんで、これをね両方入れてみたんで、ちょっと吸い比べしていきたいと思います。で穴は両方あの 1.2 ミリのディスクに変えてあるんで、これでいきたいと思います。でパワーは 13W、 抵抗値は両方 0.9 ohm。 はい、じゃあ吸っていきます。うん、うまい、すっごいうまい、うん、パーフェクトキットじゃないやつでもすっげえうまいっす。うん、完成されてるわ。でもね俺は知ってるんですよね、パーフェクトキットがめちゃめちゃうまくなるってこと。これがね、なんでかわかんないけどめちゃめちゃうまくなるんですよね。
多分供給とかのそのコットンの周りのあれが良くなってるんだと思いますけど。よいしょ。じゃあこっちね吸っていきたいと思います。まあ、エアフロー1個閉まってるんでちょっと重くなります。うん、こっちの方がね、あの音とか空気の入ってくる感じがめちゃくちゃいいんすよ。うん、あでも意外と今吸い比べ自体は初めてしたんですけど、あの普通に両方使ってみて交互にとかやってみたんだけど、今直接的に同じビルドで同じリキッドで全部ビルドまでコットンの量も同じでやってみて、うん、初めてやったんだけど結構違うね。うん、こっちの方が水なんて言うんだろう、そのホーリーアッティの独特のあのドロー感がすごいよく出てて美味しいですね。まあでもこっちはこっちで多分あの煮穴とかにしたらこっちの方がうまいかもしれない。うん、うまい。やっぱりね、どうしてもいっぱい空気入れたらやっぱり2個あった方がね安定するんで、これはこれでいいかもな。あとあのなんかたまにミヤクルパでなんかあの結構密度が高いとドアボンとか閉めるとたまになんか下にちょっと出てきたりしてたのがあって、そういうのも防げるよみたいな、あの結構作りがいいんで漏れやすいし、それドーンとかになったりとか高い高層ビルとか登ったりすると気圧で漏れちゃうっていうのがやっぱなりやすくて、それもまあちょっと防げるようになってるっていうの で実際にあの真ん中のディスクのところにもリフトが全然触れてなくていろいろやってみたんですけど、こっちの方がまあ全体的にアップグレードされてるって感じですね。で多分なんですけど、あのミヤクルパは多分またパティベラムみたいに V1.5 みたいな感じでちょっとマイナーチェンジして出ると思うんですけど、多分マイナーチェンジされたらこのディスクとかこのシステムがついた状態で多分出ると思うんですよ。でそうなるとあのまたまあ結局こっちが全体的にはいいんで、多分俺もこれからこっち使うと思うんですけど、やっぱりファーストの人はやっぱりこの両方ね使えるっていうのがやっぱなんか魅力的みたいなこともやっぱ言う人もいて、俺もそう思うんですけど、まあ実際はまあ使わないんですけどまあそういうのもあるんで、まあね、あのもしねあの今持ってる人とかいたらあの両方使えるんで、まあこれもねあのちょっと手に入れてみても両方使ったらいいんじゃないでしょうかね。うん、まあ味はまあまあね、まあうまいよ本当に。うまいし、まあなんだろう、日々ねこう長いこと使ってこう使いやすいベープだと思うんで、こういうのってでなんかずっと長く使えるって面でも、あのスペアパーツとかもまた出してるし、あの今回パティビラムのあれも出したんですけど、出してるんで、まあ長いこと使えるんでね、まあそういった面でもいいのかなっていうのと、まあクリアタンクつくとこんな感じね。はい、まあめちゃめちゃクリアのね新しい方のタンクついてますんで、ある意味だから前デスターのクリアタンクちょっと中がスモークになったり磨かれてないタイプのタンクがレアパーツになるかもしれないですよね逆になんでまあそんなのもねちょっと楽しんでいただけたらと思います。まあ今後ねこっからあのミヤクルパねオプションがまたどんどん増えていくと思うんで、まあ、よかったらチェックしてみてください。うん、味のレビューとかもう難しいわこれはということで、まあこんな感じでいいのかな。まあもし分かんないことがあったらあのコメント欄とかあの Twitter とかでね DM とかもらえたら出せると思いますんで、よろしくお願いします。ということで、まあ久々の一人でした。なんだっけ、山口さんねえからな。よろしければこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネルの登録、SNS のフォローと、なんだっけ、ちょっと待ってよ、お店のリンク貼ってあるんで見てください。じゃあまた。